ひろぽんさんこんばんはあーめちゃくちゃ寝てましたよヘアのタンめちゃくちゃ寝てましたでも今日はあの明日が早起きなので12時半には終わりましたか15分だけ配信しますじゃ今日はちょっとなんとなく配信をしようと思ってたのにもかかわらず寝ちゃってたので現在やってます <laughs> 寝る準備してましたあマジ寝る前だったのかギリギリギリせいってこと <laughs> ありがとね寝る前に見てくれて言うと飲んだ飲ん,んだよこんばんはゆうとのくらいだもう寝させてくださいもう <laughs> もう眠かった寝ようとしてたのか情報切るつけんさん川さんなるせさんハートありがとうみんなありがとうあかつきた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  湧いてきた湧いてきたこんばんは <laughs> イエーイこんばんはつえー、あやかすみっこ暮らしがカプセルに入ったみたいなやつありがとうあやかなしさん俺も明日早起き早起きだね明日大変だ起きれるかな <laughs> え待ってなんか変わった背景なにこれすごいじゃんなんだすごくないなんかひゅってなったあすみっこになった すごいじゃん、なんでなんで変わるんやろすごいね。こんばんは。こんばんは。えっ、ー、と。えながらあした明日は5時起きなので5時起きえ絶対早く寝な。<laughs> 絶対早く寝よそれは。絶対に早く寝ましょう。なのに朝早いの見てくれてありがとうね。さとめこんばんは。こんばんは。見に来てくれてありがとう。ガイちゃん明したって部屋のに会える日だっけそうだ。明日は部屋のパングに会える日です。イエーイ明日は部屋の,の。 揃い弁当があります。大丈夫かな？<laughs> 不安だにゃー不安ですね。そう、私ね、あのね。メール服を明日着るんですよ。そうなんか最、最初はあ最初最初1って言て,て急にダメって言われて、でもちょっと言っちゃったし、着たいのでなんとかしてくださいって言ってメール服を着れることになりました。イエーイシュクシュク。 シノヤッホー、シノ見に来てくれてありがとう、ヤホー。えー、サートメあたし、明日早起きです。明日早起き何時起きなんの早起きてか、東京来てなかったえー、っと、あかつ、えー、っと、カプセルのすみっこ暮らしありがとう。シノハートとカプセルのすみっこ暮らしありがとう。カプセル、ガチャガチャかなこれ。ガチャガチャいや、カプセルでいいか。<laughs> あした、ハートたくさんありがとう。 ゆうと、ななさんお疲れ様です。おやすみなさい、ね。これをゆうとお久しぶり。おやすみ。見に来てくれてありがとう。ナースさん、ハートありがとう。あかつ、眠たい。あかつ、眠たいの <laughs> 眠たいのちなみに、部アのはめちゃくちゃ寝てたよ。さっきまで。爆睡してました。のソロイベントか行きたかったな。ねまた来てね。ありがとうね。また会おうね。 早くえー、すみっコぐらしのカプセル。ありがとう。くどちゃん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。ぐらん、こんばんは。見に来てくれてありがとう。あなたさんもこんばんは。ありがとう。あばらさん、初見さん、早乙女あばら家宿泊です。あ、今宿泊されてるのですね。<laughs> あばらさん、初めまして。あつしがお世話になります。よろしくお願いします。<laughs> あける、ありがとう。 ねえガリちゃんメイド服って今まで着たことあるやつですかありますね。あります。着たことあります。かわいいよ。自分で言うな <laughs>。多分かわいいよ。じゃあ明日は握手もできまーす。見に来てね、楽しみにしててね。そう握手もできるし、メイドを着るし、ひなのたんがニコニコしてます。楽しみに。 も同じやん同じかあれ同じかそういうのまあ同じようなもんですね <laughs> えなるせさんえっと飛行機に乗った隅っこ暮らしをありがとう飛行機飛行機かな飛行機だね飛行機飛行機に乗った隅っこ暮らしありがとうちょっと、ね、今月3回目の東京です今月3回目の東京すごいナイスです <laughs> ナイスですえいねお菓子食べてきた アンディさんこんばんはアンディさん見に来てくれてありがとうそう本当にさっきまで爆睡してて起きてからまたちょっとウトウトしてたんですよだからまだ脳内が起ききってませんまあ夜なんでまあ別にいいんですけどね <laughs> このままどうせ寝てしまうのでそう脳内がおねむさんでも別に大丈夫ですん大丈夫ですね多分 <laughs> あれなんですね本当に明日早起きで起きれるかなってすごい不安が不安で不安でいっぱいですいっぱい <laughs>、うん、すごく不安だこともないなうんまあまあまあ起きります頑張って <laughs> 明日はそう渋谷でね10時半からね揃いびをねさせてねいただくんですよなのたん そろいべ人生初な気がするのでドキドキですねあれなんですよそう <laughs> 明日はなんか野田ひなのについてみたいな野田ひなのなのだみたいなちょっと私もあんまりよく分かってないんですけど <laughs> 野田ひなのなのだらしいですイベントをします楽しみ 大阪かかからはなかななか行けいいね遠いまたね機会あったらぜひぜひ会いに来てねありがとうですの。だから思い切ってもう寝ないとかじゃあ部屋の側はもう寝なくて逆にあれだよあれだよあれだよあのの部屋のがイベント中に寝ちゃうかもしれない <laughs> でも部屋のがイベント中に寝ちゃったら多分みんななんかすごいあの起こさないでいいよ。 言ってくれそうなんとなくあのなはと人は <laughs> なんとなくだけど母さんもしかして起きた日なはたちだとえそうだよひなこ今日うは歳ですお誕生日お誕生日なんですよすごいな二十歳いいな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 ,いいなあのたんもあねはたまと3ヶ月ですそう私はね奥原ひなこと親友なんですけど今日奥原ひなこのバースキーなんですよ11月 18日いいな二十歳か早いなこの前福留も二十歳になってひな子も二十歳になって杏花も二十歳だし二十歳超えてるしみんなが部屋の取り残していくなんてことだ早生まれそう私ほんとに2月なんですけど誕生日が一時期早生まれがめっちゃ嫌だった時あったんですよなんでみんなだけ 先に誕生日を迎えるんだと思ってすごい羨ましくてすごいねあの2月だったことをねううって思ってたんですけど今は2月お気に入りです <laughs>。月お気に入りです何でか知りたいですか冬って可愛くない <laughs> 冬冬なんかホワイトバースデーみたいな <laughs> で。って思った。ホワイトクリスマスの誕生日版的なっていうのを思って。 まあ2月でもまあ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 いいんじゃねえって思えるようにありました。部屋のもうお姉さんになりましたね。拍手拍手拍手。で本当にあとはん,はん,さなんだ半年じゃないな。何ヶ月ですか ?3 ヶ月で二十歳なんですよ。いいないいないいな。ひなこたんお祝いしなきゃ。みんなでお祝いします。そう、最近ね、まだね、会える日が決まってないんですよ。4人で。なので。 みんなで会いますあと1個確定してるのは今日の出業公演だけでもその間に絶対に会うので <laughs> そう定期的に会ってるのでねまた予定を決めて会おうと思いましゅえっとあやか流れ星たくさんありがとうくらちゃん一緒に昼寝かなみんなでお昼寝タイムってことは明日 <laughs> 母さん現在進行形で早うまでやででも部屋の戸を揃いって思ったら嬉しいでしょ 嬉しいでしょ香港の春馬さん今日はひな子の誕生日そうだよ我が親友ひな子たんのバースデーですみんなでお祝いしましょうゆきにゃん2月一緒です本当ゆきにゃん2月一緒2月生まれたくさんってことだすごいうれ <laughs> しい,お,いで、ね、お祝いしあいっこしましょう最近まのんちゃんおはようのんちゃん起きたのんちゃん起きたよ今今ちょっと前 <laughs> でもまだ頭が起きてないよ にゃむにゃむです。親の誕生日三月、あ、本当、ひなのな、妹のな、誕生日な、三月やで。三月四日です。お祝いしよう、みんなで。<laughs> みんなお祝いします、ひなのたんが。かいちゃん、ひなのは冬の妖精だね。キモいこと言ってみる、るそうだよ、ひなのは冬の妖精だし、冬の女神だし、神様だよ。痛 <laughs> い,い女。でも素敵でしょ。 何でしょう？ヘと同じ2月生まれだから幸せででしょ。部屋の担当同じ2月生まれ幸せでしょ。<laughs> お祝いするね。<laughs> えっと！手がこんばんは。ティガー見に来てくれてありがとう。おはよう。おはよう。おはよう。受けるおはよう。あまさくまさんえー、っと小判と流れ星ありがとう。まさくまさん。ありがとう。 ちょっと早い1月が誕生日1月誕生日じゃあ123って今出てきたね <laughs> みんなお祝いするよ部屋のタンが誕生日月にあのねは部屋のタン歌「バラスデーソング」を歌いますね <laughs> だから誕生日がうん誕生日が近くなったら言ってください誕生日一番近いですって。 くれたらのんちゃんがお祝いソングを歌います何ですかお祝いソングバースデーソングです <laughs> えっとも同じく起きましたおはようおそろっちやんおはようおはようえっと虹色の星ありがとうだきまん来月誕生日です来月誕生日じゃあ来月って何月だ ?12 月だじゃあ12月 いつ12月に近くなったらのんちゃんがバースデーソングを歌います <laughs> 楽しみにしててねバースデーソングひゃのたんのバースデーソングなんでみんな言ってくださいゆきなには2月15ってことは自分1週間前に誕生日ですマジ近いやんすごいじゃんちゃんとヘゃのたんがお祝いするので楽しみにしててね でああ好すきが止まらん平野のへの愛が止まらないんだもうそれはね平やののことを愛してるで帰 <laughs> って俺十10月前だけおへのさんに会いませんでしたえっえっあ当日ってことそういうことかでもいいねしたよ <laughs> あれへやのバスデソング歌ってた10月さショールームしてたしてたよね多分 そう、みんなバースデーひろたんがお祝いします。幸せにするよ。みんな。<laughs> ゆきにゃにゃえっとあのなんだ。飛行機の隅っこ暮らしちゃんありがとう。飛行機ありがとう。はちねさん、こんばんは。はちねさん、見に来てくれてありがとう。だきま今,今更すぎて草草草草草今更だった。愛してたのは確かに。<laughs> ゆきね,ね絶対3か月後忘れてますよねえええ,えいや覚えてるかもしれないよでも忘れてる可能性もなきにしもあらずなので言ってください <laughs> 言ってね <laughs> 言ってね言ってねランタンがお祝いするよウフフフうん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 ん 覚えてる <laughs> でも近くなったら言ってね近くなったら言ってねイコール覚えれてないよね <laughs> 本当にダメ頑張って覚えますみんなの誕生日いたいたいびっくりした髪の毛が絡まったトマさんこんばんはトマさん見に来てくれてありがとう PPM さんこんばんは見に来てくれてありがとうあやかえっと飛行機の隅っこ暮らしちゃんありがとうみんなありがとうのんちゃんはと 3分ぐらいしたらショールームを終わろうと思ってるんですけど早起きを頑張るために皆さん頑張れって言ってください <laughs> でも明日何時に起きるかまだアラームをかけてないんですよ大丈夫かな <laughs> いや大丈夫だよきっとうん多分大丈夫だと信じてますって言ってさ変な噂はさ あのさあのなんだイベントが始まる時間に起きたら私はもう大泣きしながらドスっピンで走って向かう <laughs> でもきっと大丈夫だよピアノはピアノはちゃんと起きれると思う信じてるよ <laughs> 自分を<も笑>自分を信じます VIPM さんえー、っと「責めっこ暮らしのカプセルちゃんありがとう」 なんせ三大月の誕生日なのにわってもらいたいのえ絶対会うよ絶対会うしひなのたんがバースデーソングを歌うので楽しみにしててねお <laughs> 母さん早起き頑張れありがとうできます早早そうなのあのねーあのねー <laughs> あれなんだよあんまり長くやとひなのがどうせ起きられないんだよ早起きが。 明日すごく早い予感がね電車を調べたんですけどすごい早かったのでもまだね何時に起きるってあらもう決めてないんですけど絶対にすごくすごく早起きなどは確定してるので頑張ります <laughs> アンディさん早起き頑張ってありがとう頑張るよしの頑張れありがとう成瀬さん頑張って任せろみんな任せろ <laughs> ともさん誕生日の話し,てた,してた、してた、してた、さっきしてたよ。ん早起きできたの、ありがとうございまえ褒めてくれるの、グランが。え、じゃ、あちょっと頑張っちゃおう。頑張っちゃおう。<laughs> 頑張るね、グラン。早起き、じゃ、したら、絶対褒めてね。約束だぞ。約束だよ <laughs>。<laughs> ゆきんね十五日、いや、誕生日を迎えた時に、誕生日だったって思い出してくれるだけで。え、じゃ、ずっと思い出すね。部屋の痰が、でも、お祝いしたいから。 頑張って覚えるお祝いするよひなのが。あんたさ主役代のイベントは嫌だ。それな絶対に嫌だよ。絶対に嫌だよ。ソロイベントであの部屋の来ないみたいなすごい嫌じゃない。<laughs> めちゃくちゃ嫌だ。すごい嫌だ。受 <laughs> けるめっちゃだね。頑張って起きるね。頑張りますひなのたん。へ起きします。ナイシさん楽しみにしてます。ありがとうね来てくれてひなの頑張る。 大丈夫かな？ドキドキしてきたソロイベント大丈夫かな？部屋のさソロイベントさあのさ初めてやのよ。初めてなんですわ。わようん <laughs>。初めてなんです。です。だからあれなんですよ。どっちどっち大丈夫かな？あのあれなんです。本当に <laughs> 不安だな。みんな助けに来てね。部屋のターンを。 頑張ります今日は明日メイドさんを着て一人で頑張りますでも明日の台本がまだ来てなくて <laughs> 大丈夫かな不安ですね大丈夫かな大丈夫かな明日の台本 <laughs> まだ来てなくて多分当日に覚えるスタイルになっちゃうかも不安だなまず台本は来るのかなあるのかな 流れも何も教えられてないの <laughs> 大丈夫かなでもきっと「ならへんのが好き勝手していいよ」と言われたのでまあ好き勝手していこうと思うので皆さん明日来てくれる人は「へやのまあ変なことしてるな」とか何か言ってるなと思ってもちょっと温かい目で見守ってください頑張ります <laughs> ドキドキだ大丈夫かな く,くらちゃん早起きハイと頑張るよ頑張ります早起き頑張るのたさん頑張れのたさんありがとう頑張るよだ金間今日もひなの好きなのでつらねいたのえらいえらいよちゃんとひなノタンがいるのでねって言ったのえらいです褒め褒めです素晴らしいナイス大金間ナイスさん大丈夫だと思う本当にちょっと不安になったらみんなの顔を見てなんとか <laughs> 心を落ち着けます。 あのまあ明日は本当にもうあの自由な感じでいいと思うのであの好き勝手喋ってくださいみんなも好き勝手 <laughs> 好き勝手喋ってくださいなんかまあ一緒に喋ってください <laughs> ええあんななどっち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 クラちゃんナンクルナイサー行き当たりばったりかなかなナンクルナイサってあれでしょうあの沖縄のさ方言やろ知ってる日なのなんとかなるよね ナムクルナエさんをなんで知ったかっていうと漫画で出てきたからです。<laughs> ナエさん、そういえば下は山手線外回りがおおおおから池袋で運休だから人によっては注意が必要ですね。そうです。そうですね。皆さん注意が必要です。<laughs> 注意が必要です。みんな気をつけてね。外回りって何？あのさ外回りと内回りのさ違いがさ分かってないんですよ。外回りがどっち向き？ 内回りがどっち向き？あの全然分からないような,なんとなくでさいつもさあの電車にね乗ってるのでちょっともう外回り内回り全然分かんないんですよね。あり <laughs> さひなのの笑顔でイベントは大成功でじゃあ部屋のがもうニヤ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 にしてるからニコニコするからあのちょっとミスっても大成功ってことにしてください <laughs>。 みんなあの激山の目で見てください明日は不安だにゃーピンクカメラさんこんばんは見に来てくれてありがとうアッキーこんばんは見に来てくれてありがとう平和の斉藤さんこんばんはありがとうなしさん左側通行だから外回りが時計回り外回りは時計回りがこっちかなるほどねで内回りがこっちってことね あ今手で頑張ってしあの脳なんで考えてた <laughs> なるほど理解したありがとう皆さん気をつけてください明日は何回り明日が外回り皆さん外回りが明日がダメなんだってさ気をつけてねあの絶対に乗れないのかなちょっとホースが少なくなるとかでもなく完璧アウトってことやんな多分運気やもんな完璧アウトなんやみんな注意だお気をつけです どっっち乗っても何とかつくね。まあ、確かに。確かにつく。<laughs> 確かにだ。あったかさない服暖か、あったかかった、この服この服暖たかくて。その日すごい寒かったのね、だから。上着を着て、この服この服を着た、まま、上着を着たから。あの、バレずに帰りました、このまま。あったかかったです。<laughs> でも、フードなので、ちょっと、あいつなんか、耳ついて、なって思われたかもしれないんですけど。まあま、あま、あまあ。あ なんとかこれで帰りましたよひなのはこの服を着た後に <laughs> ね恥ずかしいねひなのちゃん秋渋谷か池袋を向かうのがつ止まりこっち渋谷か池袋こうか上にグーンってことね地下鉄を使う方確かに地下鉄を使ったらセーフだ確かになな確かに確かにみんな地下鉄だでちてみんなぜひ明日来てくださいまだまだ あのチケットあるのでぜひ来てね不安なので助けに来てくださいということでそろそろアラームをかけようと思いますはい違う <laughs> なんだあのランキングを読もうと思いましてよっとしたの間違えちゃったな当日券あるあるはずきっとあるよあります大丈夫です多分来てみんなみんな来て明日来て10月の 10月じゃないって <laughs> もうダメだピアノは何で喋れないんだ最近ガチで喋れなさすぎて困ってるんですよ全、ま、くよ全、ま、くようウる11月の18日もう本日ですね本日の10時15分の入場で 10, ん10時15分オープンで10時半スタート渋谷さん渋谷アイドリストさんで ソロイベントがあるのでみんな来てください待ってます会いたいです絶対来てねということでランキングを読みましょう勇気にゃんにゃんハットありがとうえっ、ー、とランキングはこちらですね読んでいこう13位アンディさんありがとうございます12位のたさんありがとうございます11グランありがとうございます 10位ガリちゃんありがとうございます9位ナナゴライダーさんありがとうございます8位カワさんありがとうございます7位情報技術研さんありがとうございます6位マサクマさんありがとうございます5位 BPM さんありがとうございます4位シノありがとうございます3位 ナルセさんありがとうございます2あやかありがとうございますそして1位ダイキンマンありがとうございます皆様ありがとうございました配信ちょっとだけだったんですけどねみんな見てくれてありがとうございました明日のソロイベントぜひぜひ来てください頑張ってアラームをかけて早起きしますみんなも ゆっくり寝てねー、ということで今日もありがとう。軍内です。軍内です。間違えたなんだこれはうんああ、危ない危ない。なんか変な切り方をするところだったよ、ショールーム。ミス、ミス、セーフ、危ない。<laughs> ミス、ミス、あれあ、これだな。ちょなんか 切りボタン的なバッテンがね2個あるんですよで1個が正解、うん、1個がライブ終了みたいなやつで1個がバッテンなの変なの今ライブ終了を押さなければいけないのになぜかバッテンを押してダメなダメですみたいな出れませんみたいななんか怒られました <laughs>、まあとりあとととちょっとありがとうございいましたおやすみなさグナイまたねありがとうございます